テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で失格となった加藤美優、ザイマックスに記号救いの適合が差し伸べられた。今回の失格は、試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃し、審判は一旦警告を発しながら、対戦相手のマリエブズコバ、チェコ、とサラソリデストルも、スペイン、が抗議した結果、最低が多った。 この判定をめぐって疑問の声が紛失したが、大会側は加藤が求めた賞金とポイントの回復を却下した。加藤は15日に自身のツイッターに、全仏オープン、ローランギャロス、では私に罰金を課せられ、賞金とポイント獲得に対する私の訴えも却下されたので、私にできることは前を向き続けることだけです、と心境を綴った。そんな投稿に、大阪なおみの元コーチ、 サーシャバイン氏が自身のツイッターで全仏の決定に言葉を失った。ここで彼らは正しいことをするチャンスがあったのに、そこでも間違ってしまうことになった、と決定を疑問視した。その上で、すべての余波にもかかわらず、あなたは礼儀と愛情を持って状況に対処した。多くの選手は別の反応をし、別の方法で対処したでしょう。頭を上げてください。 私はあなたのファンです、と加藤を励ました。同志は、加藤が失格翌日の5日にツイッターへ投稿したコメントに、謝る必要はない。ITF、国際テニス連盟、に抗議すべき。たとえ勝訴したとしても、それはあなたが望んでいたものではないでしょう。あなたはコートに立つために一生懸命努力してきたのに、その機会を奪われたことを残念に思う。 でも、前向きに頑張ってください、とリプライを寄せていた。新しい解説。本当にそう思います。加藤選手のこれからに期待します。この判定を出した全仏のこれからに注目したいです。それからアメリカのスポーツ紙だったと思いますが、ルールによれば一度出た判定に必要以上に抗議して試合を止めたり。 ましてや相手選手を貶めるような発言をした場合それの方がペナルティーが課せられる、ハスではと書いてあったのが気になりました。新しい解説。主催者はおそらく非を認めないだろうと思ってました。スーパーバイザーが最終決定を出した以上は遺言ってものがありますから、スポーツ仲裁裁判所に提訴して判断を仰がないといけない事案だろうと思います。 選手も審判も大会ディレクターも同じ人間。当然人がやることだから過ちは起こす。問題はその後の対応。各マスメディアの報道は言いたい放題だから意見は無視をしても仕方がないが、加藤選手以外の選手も言葉は聞かないと。このままだと来年の全仏を棄権する選手が大勢出ても不思議でないし。今のままの対応なら逆にそうなってほしい。 新しい解説。本当にそう思います。全仏オープンって紳士、淑女のスポーツフランスと思っていたのに、今後、全仏オープン見ることも、応援することもありません。世界中の人が、この判定にノーなのに、全仏オープンの関係者だけが正しいって。おかしいよ。全仏オープンのスポンサー、どの企業も降りた方がいいよ。権威があるだけに意地なんでしょうね。 でも、権威にあぐらをかいていると理心していきます。全仏に関して、日本の放送局は抗議の意味でも、高い放映権を支払って放映するのはやめてもらいたいものです。同感です。あの愚かな判定には、全仏の大会ディレクターの人間性が垣いまみれるようで、本当に残念でなりませんね。今からだって遅くはないと思いますので、判定を覆してほしいです。新しい解説。 音声の残ってる、わざとっちが出てるの虚偽の抗議した選手たちはなぜ罰せられないのと思ったけど罰すると失格で裁定したことも愚かで、でも、謝るとミスを認めないといけなくなるから知らないふりしてるんだと思うと本当、裁定としか言いようがない。人種差別そのものです。でも、今はだんだんとそういう差別も見直されてきている。時代だけに、大騒ぎすると余計に良くない。 水面下でどうせあるのだから表に出すのもどうだろうか。逆に騒ぐと余計に擦れると思う。新しい解説。パリゴリンも近づいており、そこでもテニスが競技されます。今回の件はテニスに限らず、審判を伴うスポーツ全体に語を引きそうな感じ。フランスは悪いタイミングで変な遺恨を残してしまいましたね。日本、テニス協会も情けない。 自分の国の選手すら守れない。対応が日本政府同様、他国の判断に委ねるところが同じ。大阪直美元コーチに感謝しましょう。中国なら抗議して守るだろう。ここがちっぽけな日本と大国のレベルの差だと思います。新しい解説。日本、テニス協会も情けない。自分の国の選手すら守れない。対応が日本政府同様、 他国の判断に委ねるところが同じ。大阪直美元コーチに感謝しましょう。中国なら抗議して守るだろう。ここがちっぽけな日本と大国のレベルの差だと思います。新しい解説。この審判とダブルスの二人組は生涯。このことがついて回るでしょうね。審判は最初の判断を翻した。相手選手が古速な手段を使っても勝つという。 前例を作ってしまいやってはいけなかった。選手が本当にそう思うなら、有力選手が集まり今後の試合をボイコットするくらいの真剣さがあっていい。でもとてもそんな状況ではない、日本人だからじゃないだろうか。無意識の人種差別かもしれない。新しい解説。ま、全仏側にしてみれば取るに足らないこと。全仏の大会としての価値。 ブランドからして来年以降もほとんどすべての選手が参加する。このくらい批判されるのはへでもない。ましてや、女子、しかも、ダブルス。どうってことない。てのが正直なところだろうな。この問題を起点として変わろうとする姿勢が見えなかったのは残念。すべてに言えることだが長く居続ける人たちは本当に保守的だなぁと思ってしまう。その事例だと思ってしまいます。 新しい解説。大体においてアジア人に対して偏見があるテニス界ですからね。そんなにヨーロッパが全てですかならヨーロッパ人だけで大会開いて終わればよい。何をお高く止まっているのか。こんなルール改正した方がよい。それもヨーロッパ人のプライドでしないか。新しい解説。選手重視の協会ではなく、全仏オープン運営委員会は、 上から目線管理で、選手のことなど考えてない。選手がボイコットくらいしないと、変わらないと思う。自分が誤ったことをしたのならそれを認めて、訂正、再発防止対策をするのが当たり前だと思うけど。自分たちのつまらない自尊心を守るために非を認めないって子供が嘘つくのと一緒じゃん。そんな判定にプライドあるなら最初の講義から判定変えるなよ。新しい解説。 全世界のテニス協会が全て同じ考え方なのか知りたいです。これから子供にテニスを進めるべきか。判断したい。選手の味方だからね。でも、大会側としたら球を出そうとしたボールガールの頭に球を打たれたら困る。一般テニス愛好家でもそんなことしない。コーチが指導を怠った結果。